今回紹介するミニカーはこちらです。トミカショップオリジナルのスバル WRX-S4 海外パトロールカー仕様です。ギミックはサスペンションとボンネット開閉です。てっきりね、去年のトミカ博で回ったこれと同じかと思っていたんですけど、車種も配色も全然違いました。こっちは WRX-STI タイプ S です。こっちは S4 です。一回トミカショップ行った時にね、見かけたんですけど、同じかと思ってね、スルーしちゃいました。再び行った時に買ってきました。では開封します。ギミックのサスペンション、トミカタウンのパトカーと考えていいんですかね。 TSPD T はトミカだと思うんですけど、 S は何でしょうね。右ハンドルです。スバルのマークがあります。ボンネットにはトミカポリスの文字、そしてこのボンネット開きます。パカリンコ。ガチャリンコ。青いパトランプついてます。後ろにはトミカショップの文字。後ろにもスバルのマークがあります。この文字もね、どうせならトミカポリスにしてほしかったですね。というわけでこんな感じです。なかなかいいと思います。トミカタウンをね、守ってくれるパトカーです。ちなみにこっちのね、 WRX も見てみましょう。こんな感じです。こっちもボンネット開くんですね。最近では珍しいギミック付きです。で、ウィングはちょっとでかいです。こんな感じ。あ、こっちもトミカポリスなんですね。いいっすね。あ、ただこっちは警察のマークは日本の警察ですね。ちょっと統一感あるといいんですけどね。トミカポリスシリーズどんどん出してほしいところです。